はい,はいはい。はい。皆さん、すみませんでした。ごめんなさい。新型コロナウイルスの陽性になってしまって、あの、もらっちゃったんですよね。あの、なんで今日はね、ちょっと報告的な動画を今撮ってる。今これはね、だから報告動画っすね、これ。今やっとね、ちょっと動画撮れるぐらいの今、体力になってきたんですけども、ちょっと前までね、ちょっとほんときつすぎて、最初の2日3日がすごいね、ほんとに大変で、こんな、こんななんか熱経験したことないなっていうぐらいの、 本当に。体もものすごいだるくて、まあ力が入んないですよね。今でも。あんま力、もう顔も力入ってないでしょこれもうなんか、顔に発揮がないと思うんですけど、今の状態はすごい体調はまあまあいいんですけど、まあそれ以外はなんか、鼻詰まってる、鼻が詰まってるとか、あとはなんか、あ、味覚的なやつは今のとこ、まあ俺はね、ちょっとなんか大雑把な味しか今わかんないっす。なんか、完全に自分の場合消え失せってはないけど、大まかな味しかわかんなくて、なんか、例えば、ちょっとカレー食べたいなと思って、デリバリーでちょっとさ、いい感じのカレー頼ん でもさ、まあ、カレー、なんだけど、食べたらさ、まあ、わか,かんないんだよね、ほんと。カレー、カレーぐらいしか。あの、些細な味がわからないというか、なんか細かい味がね、全然わかんなくて。風味的な、あとはなんか細かい味が全くしなくて。心配ですね、そら、そこら辺は。うん、ちょっと、もうほんと、なんか、いやー、シャワーも一週間、やっとさっき浴びて、ほんと臭すぎたから、ちょっと、あはは、臭い。<笑><笑>ちょっとこういうのも、ちょっと息切れがすごいんだよね。あの、ちょっと回復するまでちょっと待っててください。 って感じですね。はい。